おはようございまっちょ、フォルテです。本日は貴重映像をゲットしまっちょということでね、日本クラシック音楽コンクール最高位をもらったんですけども、その副賞としてピアノコンチェルトを演奏しました。なんといってもその見どころは、体重が100キロありめちゃくちゃ太ってます。もう顔もパンパン、別人が弾いてるようですよ。しかも蝶ネクタイポーンをします。そしてタキシードビリ、そしてみたいな感じの顔なので、それもぜひ含めて見てもらえたらなと思いまっちょ。で、その演奏はね、15分という長さで結構長いので、要所要所解説だったり軽く実況をね入れながら行きたいなと思いまっちょ。だけど演奏に支障ないように頑張りたいなと思いまっちょ。で、その映像の使用権なんですけども、日本クラシック音楽コンクールにしもしもフォルテですって電話したら、あ、フォルテさんいいですよって言ってくれたので、ありがとうございますということでね、その映像をね使うことが OK 出ました。では早速見ていきたいなと思いますよ。で、この映像は約5年前ぐらい、大学1年生の時の映像です。だいぶ古いです。それではイヤホンをイン。おー、オーケストラですね。第25回日本クラシック音楽コンクールです。おっと、でかい、太っている。105キロをキープ。おはようございます。フォルテです。ニヤニヤしてますね。これは緊張紛らわせてるんです。顔がパンパン。おっと、すごいですね。巨匠みたいですね。椅子がなかなかはまらない、椅子がなかなかはまらない。まだ回す、まだ回してる、まだ回すのかと言わんばかり。お、カットされました。これね、最初合わせるの難しいんですよ。めちゃくちゃ合わせるの難しいですよ。ずれたというと、グリーグっていうね曲なんですけども、グリーグっていう作曲家が作った曲です。で、ピアノコンチェルトなんですけども、すごく有名な曲です。で、まあテクニック的にはまあコンチェルトの中ではまだ弾きやすい方です。だけど音とかね、そのいろんな音色を変えるのが結構難しい曲の一つでもあります。で、フォルテ君、この時の映像を見てもらうと分かるけど、まあ今みたいに豪快ですよね。この時から僕はずっと豪快な演奏してました。しかし、ミスは激しいかもしれません。美しい音から始まりましたよ。顔はパンパン。どこ見てんだ、君。でも綺麗ですね。もう蝶ネクタイが外れてる。顔がでかい。ここすごい。ここ難しいんですよ。この時に思ってます。コンチェルトってなんかこんなに楽しいんだなと思いながら弾いてたんですけども、めちゃくちゃ緊張してますね。今でも覚えてるこの緊張感。なんかね、ゆっくり時が進んでるんですよ。おっと、顔目外したよ。でも蝶ネクタイ君外れてるよ。
構好きなんですよ。次かっこいいよ。前に進んでいく。いいですね、もっともっと。来るよ。曲でもあったんですけども、ランランっていうピアニストがこの曲を弾いてる映像があって、それをすごく見て勉強したのを覚えてます。懐かしいね。でここから優しいところが始まります。ピアノが伴奏です。オケが主役。ここおっと今格好つけたね。コンチェルトの曲ってやっぱ長いんですよ。まあやっぱね、2、30分は平気でいくで、これは1楽章のみなんですけども、結構やっぱ長いですね。で、この時に弾きながら考えてたんですよ。今、オケのパートが弾いてくれてるので、僕はお休みなんですけども、まあもうすぐで終わるんだなとか思いながら聴いてました。ランランのモノマネをしてますね、今。上を向いて弾いてましたね。うまい。
前に。そうそう、行ってですね。僕が一人で唯一自由に弾けるとこです。オケの方は僕をずっと見守ります。こっから最後にどんどん向かっていきます。で、ソロだからすごく緊張してます。ここやっぱ太ってるからフォルテの音がすごく響きますね。特に低音、めちゃくちゃ美しい響く音が鳴ってます。ボンっていう、こっから激しいですよ。まだまだまだこれからです。もっともっと盛り上がります。楽しみにさせてください。してました。この時はで一気に最後に来ます。待っとってください。そしてブラボーも出ますよ。それも注目して聞いてみてください。来ます来ますよ。出ました。
ちゃおう。おっと、嬉しい、立ってます。このパパです。背中がでかい、背中がでかい、お腹の腹巻きが出てる。ウエストがでかすぎて腹巻きが上がってきて下腹が出てました。これがいわゆる昔のフォルテ君。ブラボー、ありがとうございます。ちょここまで見てくれてありがとうございます。てなわけでね、本日の動画はこれにて終了です。日本クラシック音楽コンクールさん、ありがとうございます。この映像はね、貴重なデータとしてずっと残していきたいなと思います。そして演奏だけの映像も日本クラシック音楽コンクールのチャンネルにて一応出てるので、そちらもチェックしてみてください。まあね、全く喋ってない映像なので、もちろんそれも含めて楽しんでもらえたらなと思いまっちょ。てなわけでバイバイ。マッチョ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